米倉涼子さん、お願いいたします。皆様こんばんは。こんばんは、大門道子役の米倉涼子です。本日お忙しい中、ご足労いただきありがとうございます。たくさんの前置きがありましたので、私もう心臓がドキドキしちゃって辛いです。今辛い状況でおりますが、今回2012年から始まった、ドクター X がこうやって大きなスクリーンで、皆さんにご覧いただけるように映画となりました。たくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。外科医森本光役、田中圭さんです。森本光役の田中圭です。よろしくお願いします。本日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いしますありがとうございます。田中さん、いかがでしょうか。いや、やっぱり びっくりもしましたし、って思ったんですけど思ったんですけど、ファイナルにまず呼んでいただけたことがすごく僕は嬉しくて、はい、なんだろうな、シーズン1からこう離れてはたまにこう戻ってきてみたいなんですけど、また最後に自分の大好きな先輩たちと一緒にドクター X の世界を生きられるんだっていうのは、僕はすごく幸せで嬉しかったです。はい、森本くんは森本くんでいいんだっけ。森本です。森本です。誰だっけ。一回も覚えてくれない。合ってるよ。森本先生は一匹狼の大門未知子を初めて認めてくれた、一番最初に先生すごくないって思ってくれたお医者さんなんですよ。はい、ね、はい、とても大切なキャラクターですね。はい、今回森本が戻ってきて、で大門先生のこう誕生の秘密といいますか、大門先生のこうエピソードゼロみたいなところをこう探るポジションで、ちょっとひょんなことからひょんなことから大門先生の過去をこう見つけに行くんですよ。だからそこはきっとなんていうのかな、こう皆さんにも知ってほしいところかなって、なんで大門先生がスーパードクターになったのかとか、そういうところを、森本がこう動けたのは良かったなと思いつつも、先ほどから雰囲気といいますか、皆さんずっと12年やっていて、で僕は何年か経ったらまた来るんですけど、その何年か経ってる僕でさえずっと変わらない先輩たちというか、ずっと変わらない雰囲気が常にあるやっぱ現場だったので、なんていうのかな、今回もファイナルなんだけど、そこには変わらない皆さんがいて、変わらない現場がいて、だからすごく居心地がよく、はい、終わるの寂しいなと思いながら、はい、撮影してました。米倉さんのこう2人のシーンもこう結構ありましたけど、ケイちゃんと、はい、そうですね、もうおっさんずラブとかでもう大作品を作られてる方なのにとかいうのはあれなんですけど、本当にどんどんかっこよくなっていくケイちゃんと、やっぱ私ドクター X もそうなんですけど、もっと前からテレビ朝日さんの作品で出会いがあって、はい、やらせていただいてるから、もっと可愛い時期から知ってるけど、頼もしい役者さんと一緒にやれて、本当にでひょんなシーンから、はい、ルーツを探ってくれるところまでやってくださって、はい、本当にね、頼りがいのある森本先生でした。ありがたいです。もう本当に米倉さんは当然森本先生って呼んでくれるんですけど、大門先生本当に呼んでくれないんで、はい、そうですね、全然覚えられないんで、はい、よかったです。はい、ありがとうございます。無理です。本セッションになります。はい、ありがとうございました。